南大門図書館二号教学老、石膏理工大学は、中国石耕省広州市に位置する理工学を主とする大学で、理学、工学、文芸学、経済学、管理学、法学などの学科を持つ重点大学である。東高前進の開古学館は1897年に創立され、中国において最も早く創立された大学の一つである。 1999年4月、石膏シルク工学院から、石膏工程学院と改称した。さらに2004年5月、石膏理工大学と改称した。2008年4月、学部が16設置されており、学科が45、修士課程が30、博士課程が2つある。全日制の本科生、大学院制は約2万人である。教職員が約1500人。 助教授以上の職名を持つ教師が約400人、その中で教授は約130人である。2020年5月現在、敷地面積は2100ムー余りで、そのうち下さキャンパスの敷地面積は1500ムー。下に18の学院を設けて、一つの独立学院を開催して、本科の専攻が67ある。博士学位受験一級学科3つ。 修士学位、受験、一級学科24つ、専門学位類別15種類、ポスドク科学研究流動ステーション3つを持っている。材料科学、科学、工学の3つの学科は、S 世界ランキングの上位1%に入った。全日制の在校生は29,200人余りで、そのうち大学院生は4,460人、余りである、教職員2,235人。 学校には病院、店、図書館、展示ホール、レストラン、体育館、スタジアム、屋内プール、バスケットボール、バレーボール、サッカーなどが可能な室外のグラウンドなどの付帯施設がある。ありがとうございます。